鉄仏部の一大国主配下の、鉄仏部大国主配下の鉄仏部全身主配下の、鉄仏部全身主配下の,鉄仏,部前進主配下の鉄仏部北義主配下の、鉄仏部鉄仏部。鉄仏氏は、中国語古十六国時代の郷土の一部族で、南、郷土と各種の右肩を抑日の系統氏族。407年には、赤蓮没々によって、オルドス地方に夏を建国した。蓮部、独古部。 ハイロク幹部などは同族である。272年1月、南郷土部卒の劉武氏が、配下の立友によって暗殺されると、この劉福林は、千匹拓抜部に亡命したので、残された武州はさ、日の子である高所をここによって投了された。309年、高所ここが死ぬと、この竜虎はその後を継ぎ、部族名を、鉄仏と号すはじめは、部にしていたが、 三百十年、白部の拒兵に呼応して、鉄仏部も拒兵し、兵衆士士の龍魂がいる信仰、岩門の二軍を攻撃した。龍魂は、卓抜部に援軍を要請し、卓抜部大人、卓抜色が、おいの卓抜打率率率率いる二万期を派遣して、白部と鉄仏部を打ち破り、その陣営を落とした。龍虎は、清掃してつい方に逃れ、岩の龍僧のもに基準した。 劉僧は、劉虎を、同族のヨシミをもって、彼を老犯公に封じ、安北将軍、幹線費諸軍事、朝礼中老将に敗した。318年、劉虎は一日方により、大国西部に侵攻した。しかし、大王の卓抜移立に大敗し、劉虎は敗走して、歳を出た。この時、劉虎の重帝である劉事故は部落を率いて大国に、基準し、 卓抜移立の娘をめとった。341年10月、リュート虎は大国の西境に侵攻。大王の卓抜重翼は、兵を派遣して討伐、これを大破した。この後間もなくリュート虎は死去し、このリューツトムカンが立った。リューツトムカンは、鉄仏部大人となると、大国に基準して、卓抜重翼の娘をめとる。しばらくして、竜津とは種落ちを召集し、 再び処分のオスとなる。また、大国に侵入する一方で、あと、朝の石虎と、戦闘しており、石虎より、平北将軍、左剣王、朝霊全部を拝命する。356年1月、竜務官が死に、代わって、弟の劉阿党が立つ。この時鉄仏部は大国に属していたが、劉阿党は密かに計り事を企てていた。しかし、 2月に大王の卓抜重翼が政法を巡行した際、黄河まで出向いて説得してきたので、竜阿桃は侵入することにした。358年、大国の利関係により、竜務官のこの流出持ち祈のりらが竜阿桃に背き、竜阿桃は恐れて東へ逃げようと冬の黄河を渡った。竜阿桃一行の半分が渡ると川の氷が陥没したので、 残りの半分は、流出持ち祈りに基準した。これにより、流出持ち祈りが、鉄不部の大人となり、流阿藤は行き詰まって大国に基準した。大王の卓抜重翼は、流阿藤を以前のように処遇した。359年4月、流出持ち祈りは大人になって1年で死去し、弟の竜森神が後を継いだ。8月、竜森神は大国に子を使わして長考する。 360年7月、龍森神は大王卓閥重翼の娘をめとって、妻とする。その一方で、全身の府県と密通し、左賢王に敗される。しかしその後、全身の返民を略奪し導費として、府県に剣じたので、府県は知ったし、その民を元のところへ戻した。これによって、龍森神は、府県と反目し、大国のみと通行するようになる。 361年、茂李神は再び大国に朝兵する。茂李神は府県を撃つべく拒兵するが、府県が派遣した建節将軍の東京に撃たれて捕らえられる。その後、府県は茂李神を火曜校とし、その部落を投了させた365年1月、茂李神は大国に対して無本を起こし、東へとか、すぐに大王宅伐重翼に撃たれ、 リ森神は遁走した。367年10月、再び大軍の討伐を受け、リ森神は、府県のもとへ逃れた。府県は、リ森神を一日家隊を繰り返し、兵を派遣して、これを守らせた。374年、三度、宅伐四区は、リ森神を征伐する。リ森神は、南宋市、翌年府県に救援を求める。七十六年、 リ,ュウモリシンの要請を受けた府県は、大番の不落に二十万の兵都主、蝶、東京等の諸道を率いて来航させ、大国の南の国境に侵攻した。大軍は敗北し、卓抜重翼が、所長氏の宅松誠君に殺されると、府県は大国を東西に分割し、東部を独古部のリュウクラ倉人に、西部をリ,ュウモリシンに投了させた。これにより、リ,ュウモリシンは、西前雨となる。 ある時、竜クラヒトが府県によって、後部将軍に任せられると、リ森神は、竜クラヒトより格下となったため、それに起こって、府県の後元軍大使を殺して、全身に背き、竜クラヒトの西部を攻めた。これに対し、竜クラヒトは反撃して、リ森神を打ち破り、その祭祀と武衆をことごとく収めた。八十六年十月、北魏の北部大人である、 宿村広志らくら1人及び将軍が、龍森神に亡命。また、義王、拓松慶のおじの拓松靴話が、龍森神のもとへ逃れてくると、龍森神は、拓松靴話を殺した。龍森神は、西燕の母用必殺より使い自説、都督く火諸軍事大将軍、作衆木に任ぜられ、五神の幼鳥により使い自説、 都督北つ日雑恵比寿将軍時、大将軍、大前吾、加勢を優秀僕に任ぜられる。387年、龍森神は後園の母用水と通行し、馬3000匹を母用水に送ろうとした。そのため母用水は母用量を使わし龍森神を出迎えたが、独孤部の龍剣に襲撃され、馬を奪われてしまう。390年6月、龍森神は、 この竜磁火力を使わし、ガラングに侵攻して包囲するが、卓抜系の援軍により敗走する。391年10月、竜森神は、この竜磁火力を使わし、北儀の南部に侵攻する。竜磁火力の兵8から9万に対し、卓抜系の兵は5から6千であったが、鉄、紀山の南で大破させ、竜磁火力は短期で逃走した。北儀軍が勝ちに乗って、 竜森神の居城である越伐城に迫ると竜森神父子は逃走し白潮池で龍自家力が捕まり短期で逃げた竜森神も部下に殺害されてしまう竜森神の三男の龍没没は雪寛部卒の太子室福の元に亡命した龍虎高昇九の子龍務勘竜虎の子龍阿龍虎の子竜務勘の弟 流出持ち祈り、流務官の子、流森森森、流務艦の三男、流出持ち祈りの弟、流没没、流森森の三男、夏を建国、内田1988、ありがとうございます。